こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ドラムソロって結局どういう練習をすればいいんですかってことですね。まあもう機械的に、もう普通に基礎練習みたいにして練習する方法がですね、作ったので、これをちょっと紹介していきたいと思います。僕が、ジャズドラムソロって3連符が合うって言って、みんな結構3連符のソロやりがちですけど、実はピアノとかベースとか、ギターとか管楽器はみんな8分音符の弾んだ8分音符を使います。でスネアドラムでやるとダサくなるんで、みんな3連符を使いたがるんですけど、やっぱり弾んだ8分音符を使う。ポイントは裏拍にバスドラを入れるということですね。これがすごく大事です。すごいジャズっぽくなるじゃないですか。でこれを、僕は5つの、いろいろコピーした上で一番よく出てくるこれ5つの、ボキャブラリーとして ABCDE っていうのをね、作りました。でこの A をもうずっと連続して練習していくということですね。で、このクロスティックっていうのはこれです。でジャズドラムっていうのはスネア、ハイタム、スネア、フロアタム、ミディアムがなかったりするんで、こういう動きで、ドラムソロしていくのがフィリが特に多いですね。スネア、ハイタム、スネア、フロアタムとかアートブレーキとかもよくこういう使い方をします。なので、これだけで4バースになるので、これをぜひやっていただきたい。でこれ4回ずつぐらいをもう基礎練習として毎日やって、でこれ毎日4回ずつやってたらもう絶対上手くなりますよっていう練習方法です。というわけで、これをまあ4回とやると、まあこうリピートもなしで1回ずつやっていきますけど、これをザザッとやってみますね。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、っていった具合ですね、途中で気づいた方もいらっしゃると思いますが、これ左右で早かったら右左右で割ってもいいですが、クロススティックの時はどっちみち片手で叩かなきゃいけないので、全部右手で行ったりします。でここは、スネアスネアでもいいんですが、フィリーとかアートブレーキはで使うことのが多いので、1回ずつでタム移動してみました。だからここだけパルスがちょっと違います。でもこの方が使いやすいと思うので、これで練習してもらうといいかなと思います。じゃあこれでよく聞くのは、じゃあハイハットってなくてもいいですか、難しいんですけどって言われるんですけど、やっぱハイハットは絶対あった方がいいんですね。なのでハイハットにつられてうまくいかない人のために、足の組み合わせっていうのは実は5種類じゃなくて3種類なんですね。B と、D は同じ足になりますし、 C と E も同じ足になります。なので、3種類です。ハイハットの前にバスドラがあるパターンと、ハイハットの後に足があるパターンと、両方にあるパターンですね。なのでこれ足だけで練習します。なのでワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、次、ワン、ツー、スリー、フォー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 、ワン、ツー、スリー、というとこですね。こうやって足だけで練習してみましょう。で、足だけも難しいし、ではまあ連続してるからね。こうどん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 連続してるから、この方がかっこいいんですけど、でもスペース空けてもかっこいいんですね。なので、これは、ここはフレーズを叩いて、でここはハイハットだけになるんです。これでも4バースになります。はい、といった感じでですね、十分これだけでもドラムソロになるので、こんなシンプルなものでもいいんですね。ぜひ練習してみてください。でポイントは必ず足が裏拍に入って裏で終わります。でないと逆にするとリズムに聞こえます。これリズムに聞こえちゃいますね。特にこれなんかは、
アドさんの、レディメイドとかで使ってるリズムパターンだと思うんですが、こういうリズムパターンに聞こえてしまいます。だから逆にした方が多分僕はメロディーとリズムっていうのはちょうどなんか相反する形になるとアンサンブルがうまくいくと思っているので、もちろん一緒に動く時もあるんだけど、例えばメロディーが前半で終わったら後半をヒルイン入れてつなげてあげるとか、要はこうちょうどこうなんか夫婦みたいな関係になっているような僕は気がするんですね。なので、バスドラっていうのは基本的にメロディーとして、要はドラムソロってメロディーだから、メロディーを叩くときはバスドラが裏、リズムを叩くときはバスドラが表になるっていう感じに G になっています。で、全てが裏の足で終わるので、ハイハットをキープすればね、このハイハットをキープするっていうのはそれ大事なんですよ。そうすると例えばこんなにスペーシーにしても、ここで8バースですからね、こんな感じで、いっぱい間を空けてもハイハットだけキープさせてれば全然平気かなと思いますので、ぜひ練習していただければと思います。はい、というわけで本日は以上になります。このプリントはですね、無料メルマが登録していただいた方は無料でダウンロードできますので、ぜひ、詳細欄からね、メルマガの登録お願いします。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。